バーデン条約は1714年9月7日、スイス原諸同盟のバーデンで締結された条約。条約により、スペイン継承戦争で敵対したフランス王国と神聖ローマ帝国が講和した。この条約は、ユトレヒト条約とラシュタット条約を補完するものである。ラシュタット条約により、神聖ローマ皇帝カール6世は、ユトレヒト条約を受諾したが、あくまでもハプスブルク帝国の代表としてのものであった。そのため、戦争の終結には、フランスと神聖ローマ帝国の間で講和を成立させる必要があった。バーデン条約の締結により、フランスと神聖ローマ帝国が正式に講和し、スペイン継承戦争が完全に終結した。バーデン条約の詳細、及び平和会議の内容は、バーデンのバナレット騎士カスパール、ヨーゼフ・ドレールのディアリウムで記述されている。また、この条約はスイスの領土で締結された初の国際条約である。また2年前のトッケンブルク戦争では、スイスのカトリックカントンが敗北し、アーラーの和訳でスイスにおけるカトリック覇権が終結したが、バーデン条約の秘密条項では、フランスと神聖ローマ帝国の間でカトリックの同盟に合意し、カトリック側に肩入れして介入することに同意した。ありがとうございます。